スタートしまししたた番ダイバーストリームが立ち遅れましたまず先行争いは内で押して4番世界のカナが出ようとします並んで8番ビーナストリック2コーナーカーブビーナストリック2番手につけました3番手1番フロアクラフトで向こう上面に出ます前の2頭が少し飛ばしていきました2番審査の4番手打ち11番リラコサージュ外12番ゴッドフロアー5番手直後13番 エスターブレが追走して向こう上面中間 1400m 切りました中段やや前に10番コスモコルですそのうちに3番ディープサウス先頭までは10馬身の中段インコース外14番カナルナに直後が7番トロワボヌールの追走で残り1200を切って3コーナーに向かっていきます インコースから6番クラリティエス中段後ろの追走であと後方はばらけました後方4番手2番ローズマンブリッジ3コーナーカーブ2馬身差5番ダイワストリーム後方3番手 1000m 切って後ろ2頭は離れています15番タンス貯金後方2番手で9番ディアデラマドレは最後方です縦長の展開34コーナー中間残り800を切ります前半 1000m1 分を少し切り1分0秒2というペースでいきました 先頭は世界のかナ、4番世界のかナ先頭でリードは1馬身、8番ビーナストリックが2番手で4コーナーカーブ、残り600、3馬身の差、3番手グループ差を詰めて1番フロアクラフト、13番エスターブで12番ゴッドフロアで直線コースに向きました、直後は11番のリラコサージュ、その外へ出しました3番ディープサウス、現在6番手の一400を切って坂を上ってきます、4番世界のかナ、粘っていますが、一気に1番フロアクラフトが捉えて先頭に変わった坂の上り、2番手から11番リラコサージュが前を追って、3番手が広 上がって13番エスターベル6番クラリティ s200 を切って坂を登り切りました。前の2頭は1番フロアクラフト11番ディラコサージュこの2頭だ11番ディラコサージュが捉えて先頭に変わった。ディラコサージュ先頭でゴ輪ル11番ディラコサージュ1番フロアクラフトこの2頭がオークスへの優先出走権獲得。